今回紹介するのは「それって奇跡 GRAAN の物語」という本です今年デビュー10周年を迎えた GRAAN の初の単行本が発売決定司会のため今もなおそのプロフィールが明かされない GRAAN 彼らがこれまで歩んできた真実を元に綴った人間愛の物語本作は アスリートやアーティストのノンフィクションでベストセラーを重ねる作家小松正美が4年に及ぶ取材を重ね完成した長編青春小説となっている。そこにはリーダーハイドと兄でありプロデューサーである J.I.N. との兄弟の生い立ち、そしてメンバーナビ 92SOH との出会いと青春の日々 GRAAN 誕生の瞬間、 メンバーの絆が国名に綴られている司会として活躍しながらミリオンセラーアーティストまで上り詰めた g r a n の奇跡と奇跡の物語がついに明らかにこの本物語なんですよねでもきっとほとんど実話ですよね4人の生い立ちや家族との関係性今の GRAAN が出来上がるまでの様子 そのすべての思いが GRAAN の1曲一曲1に詰まってるんだなぁと感じて改めて曲を聴き直して涙してしまいましたこの先の半分は東日本大震災の話のようでまたないてしまいそうですが本当にいい本です中高生や大学生で進路に迷っている学生さんに特におすすめです 何にでもなれるんだよ、ってことを教えてくれる気がします。読み終わったら、中二の息子に渡そうと思います。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。